今日 PK 対決でもするのかなと思ったんですけどね、はい、すいません、はい、なんかサッカー企画の、はい、すいません、飛んできますんで11戦負けなしと快進撃を続けるギラバンツ J2 昇格へ向け、その鍵を握る男舛本監督を番組 MC のマッチが直撃。今月17日 J3 ギラバンツ北九州による年に一度の夏の祭典ギラフェスが三国ワールドスタジアムで開催されました。来場者にはオリジナルシャツが配布されるなどイベントも盛りだくさん。この日来場したサポーターはチームの平均観客数4500人の3倍近くとなるおよそ12,000人。去年のギラフェスの 1.5 倍という大快挙を達成し、選手たちの強力な後押しとなりました。去年と今年やっぱり勢いが違いますね。今年は勢いが11試合負けなし、やっぱもう人数が全然違う。サポーターとしても本当に面白い位置で戦えてると思うので、さらにそこをより一層チームとして強化していって J2 に上れるように、プレーオフにまずかけれるように6位以内に行きたいなと、サポーター一丸持ってるかなと思います。2010年に J リーグに参戦したギラバンツ、2014年には J2 リーグ5位という好成績を残すも、 J1 昇格に必要なクラブライセンスの条件を満たしていないという理由で昇格プレーオフにすら進むことができませんでした。ここからチームの歯車が狂い始めます。翌2015年こそ J2 で7位という順位につけますが、2016年にはまさかの最下位に転落。 J1 昇格を目指していたチームは一転、 J3 での戦いを余儀なくされます。さらにチームの歯車はその後も噛み合うことはなく、2017年にはJ3 で9位、2018年はまさかの最下位に。翌2019年には J3 優勝を達成し J2 に復帰したものの、2021年に再び降格、そして去年は最下位という結果に。しかし今、今年のギラは一味違うんです。ここまで11戦負けなしと好調、 J2 昇格を狙えるプレーオフ圏内の6位まであと一歩の7位につけているんです。今回はそんなギラバンツの快進撃の秘密に迫ります。ということで、今最も熱いギラバンツの練習場に向かったのはこの人。アウト。どうも皆さんこんにちは、松田信弘です。今日は福岡市ではありません、北九州にやってきました。一年中熱い男マッチが根掘り葉掘り聞いちゃいます。少しお話いいですか、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。まずお話を伺ったのはチーム一筋6年目の守護神田中裕也選手。ギラ松調子いいですね。あれですね。要因は何ですかね。要因は、はい、みんな仲いいんで、はい、それがチーム試合中とかに出てるかなと。なるほど、はい、サポーターに見てほしいなっていうところなんかあるんですかね。勝った後、はい、ゴール裏でちょっと、まあ、わちゃわちゃというか、はい、サポーターと一体になってやってるので、はい、そこを見てもらえたら、はい、勝った後もう一回さらに楽しくなる。なるほどですね。ちなみに田中選手、月に一度はドームに観戦に行くほどのホークスファンだそうで。ちなみによくね来られてるってことを聞いたんですけど。本当ですか。聞いて、今のホークスがなんで強いかっていうか、どう思われますかね。俺が、はいはい、松田さんじゃない。いや僕じゃない。自己分析されてどう思われますかね。はい、去年とかだと、はい、まあ、ちょっと
防御率があんまよろしくなかったのが今年は改善されて、なるほど、あとはちょっと国母監督が結構、はい、せーの、アウト。さらに若手の3選手にも好調の要因を聞いてみると、まあ、僕が思うのは本当にチームの雰囲気がいいというか、はい、まあ、本当にベテランの人らも僕ら若手のことをこう気にしてくれるし、うん、今の一番の原因はなんかもうチームの雰囲気がいいかなっていうふうに僕は思っています。なるほど。負けなし今11試合なんですけど、はい、やっぱりその中でもみんなが試合に出たいということで競争率が高くなってるからこそ今チームの強くなっていってる要因なのかなと思います。選手たちが口を揃えて語るのはチームの雰囲気の良さ、その裏にはある人物の存在が。マスさん含めたスタッフ陣が作り出す雰囲気がすごい、まあ、自分自身も好きですし、まあ、みんなも好きで。マスさんは、はい、もう本当に選手に寄り添うイケメンな方です、はいはい、マスさん、マスさんと呼ばれるのは今シーズンから就任した増本晃平監督。守備からの攻撃を徹底し、去年最下位だったチームを立て直しました。実はマッチも以前今季の注目選手を挙げるコーナーで、はい、選手じゃないんですけど増本監督さんです、はい、監督さんでいきましたね。監督さんです。すごい。監督の思いっていうかね、勝ちたいっていう思いが強くなかったらいけないと思いますし、やっぱりそういうね元で選手っていうのは動くと思いますので、そういった意味でこの増本監督がやっぱり鍵になってくるんじゃないかなと思いますし、はい、ということで、はい、今回アツオがですねとにかくお話を聞いてみたかったのがですね、ギラバンツ北九州の増本監督さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マッチ念願の増本監督との対談が実現。気になることをたっぷり聞いちゃいます。実はですね、自分今年41歳なんで、あの監督さんの一つ年下なんですけど、はい、ほぼ同世代の方がギラバンツ北九州の監督さんということで、よろしくお願いします。お願いします、はい。ここまでね、あの11戦あの負けがなしということでいい勢いになったと思うんですけど、それをどういう形に見られてますかね。そうですね、あの最初うまくいかない時もあったとは思うんですけど、はい、あと少しで結果につながらないっていうゲームの中で、ブレずに、やり続けてきたところが今こう身になってきたっていうところと、やっぱりまあ今シーズン選手たちがかなりこう覚悟を持って入ってきてくれたっていうところが、まあだんだんそこからやってることに対する自信だったりとかっていうのが出てきたのかなというふうには。僕一番びっくりしたのはですね、僕は増本監督さんと呼ばせていただいたんですけど、皆さんがですね増本監督って言わずにですね、マスさんって言ってたんですね。うわっ、わあすごいなって思ってですね、みんなそう呼びますけど、はい、そんな選手との距離感を象徴するシーンがこちら。勝利後のロッカールームで、まあね、明日は日曜日で戻ってから、4時半から練習、あのすごく大変だと思うけど昨年はリーグ最下位振るわなかったんですけどね、立て直しために監督さんがですね一番最初にされたことは何かあるんですかね。まあ、最初のうちに、もちろんあの当たり前のことですけど、はい、褒めることは多かったかなっていうふうには思ってます。っていうのもいいところといいところがこう掛け合わさって、なんか 1+1 が2じゃなくて3とか4になってくれるような相乗効果を生み出すようなグループを作っていきたいっていうふうにはいつも思っているので、まあ、そういう見方をするようにはしてます。野球もそうなんですけど、まあ、一番、監督からきつかった時期、結果が出なかった時に言っていただいた時にこう救われたなっていう経験はたくさんありましたね、はい、選手を否定するのではなく自主性を尊重することでお互いを高め合うチームの雰囲気が生まれたのだそうです。しかし J3 のリーグはこれから昇格に向けて厳しい戦いが予想されます。
今年が今じゃ上位昇格に向けてっていうところでいくとかなりこう本当に拮抗してる、うん、上に上がってやろうという意欲というか、はい、それを各チームがそれぞれかなり強く持っていますし、そういったところをどういうふうに回避しながら我々がやりたいことをやっていくかっていうところであったりとか、まあ、そのインテンシティの部分でも負けないっていうところをどういうふうに出していけるのかっていうところを常に意識はしてます。そんな増本監督に昇格の鍵を握るキーマンを挙げてもらうと、永井藤原は、はい、あのかなりやっぱり今好調なので、はい、今季から加入した永井亮選手、これまで海外のチームを含め8チームを渡り歩いてきた経験豊富な頼れるストライカーです。思った以上に永井が好調を維持してくれているので、まあ、そこで言うとこちらがあの、まあ、もちろん怪我予防のプログラムはいろいろやってる、うん、全選手やってるんですけど、うん、まあ、そこがうまくはまってるっていうところと、シーズンの中でのトレーニングの流れっていうのが今永井にとっていい状況になってるんで、怪我が少なく済んでいるのかなというふうには思っています。間違いなくあの J3 の中でトップクラスのフォワードの選手だとは思っていますし、もちろん J3 だけじゃなくて上のリーグでやれる力を持っている選手なので、シーズン序盤はなかなか結果を出すことができませんでしたが、徐々にフィットし本来の能力を発揮、今チーム最多の9ゴールを挙げています。後半戦の飛躍にも目が離せません。そしてもう一人のキーマンが、今季6月 J1 のジュビロ磐田から期限付きで加入した藤原健介選手。加入後すぐに抜群の存在感を見せ、今ではギラに欠かせない存在に。まあ、藤原はもう間違いなくその J1 クオリティの選手なので、はい、うん、J1 での出場も今季もありましたし、はい、さっきもありましたし、まあ、そういった意味でいくとそのクオリティをどういうふうに伝えてもらうかっていうところだったり、まあ、本人には言ってますけど、その質は下げないでほしいと思ってて、でやっぱり藤原のその質に対して周りが合わせていくことが我々の成長につながっていくと思っていますし、他の選手は彼のポジションをやっぱり奪わなきゃいけない、でその時に引きずり落とすんじゃなくて乗り越えていってほしいっていう話は、まあ、選手にみんなにしてるんですけど、お互いにこう乗り越え合っていくことで成長していけると思ってるんで、まあ、そういう集団になってほしいなというふうには思ってますけど、やっぱりあのホークスもそうなんですけど、まあ、レギュラーだけが頑張って、勝てばそれが一番いいと思うんですけど、決してそうね、うん、あのね、思ったような結果が出なかった時に、今言われた通りやっぱりチーム内競争がやっぱりね、ギラマンズの中でもあるなっていうことを感じましたので、それがやっぱりこうね、好調の要因かなと、気づきました。熱い対談の直後、マッチに思いがけないオファーが。たまにあのグラウンド来て、はい、あのカツ入れてもらって、今日もあのしっかりあのグラウンドで圧をしてきたので、はい、少しはあのね、圧を魂が入ったんじゃないかなと思うので、はい、何か力にしていただいたら嬉しいかなと思います。今日 PK 対決でもするのかなと思ったんですけどね。はい、すいません。はい、なんかあのサッカー企画の中で、はい、すいません、あの飛んできますので。現在リーグ戦11試合負けなしの7位。J2 昇格ラインまで十分射程圏内のギラバンズ、絶好調コンビ永井と藤原がチームを勝利に導くのか。対するは直近6試合無失点中と好調の4位富山、リーグ最少失点同士の対決です。まずは前半17分、フリーキックのチャンス、キッカーは藤原。無回転の軌道で直接狙いましたが、惜しくもゴールならず。試合が動いたのは前半24分、藤原のクロスに永井、絶好調のゴールデンラインによる先制点。サポーターも狂喜乱舞。さらに後半11分、コー・スンジンの競り合いから流れたところを藤原、またしても得点に絡んだ藤原、チーム4試合ぶりの複数得点でリードを広げます。後半24分、
この夏期限付き移籍で加入した大森がホーム初出場。するとその直後、早速チャンスが。ゴール前に果敢に飛び込みましたが、わずかに合わず。その後も2点リードを守り抜いたギラバンツ。ギラフェスに集まったサポーターに勝利を届け、これで12試合負けなしです。 J3 24節を終え、順位を2つ上げ5位に浮上したギラバンツ、ついに J2 昇格プレーオフ圏内に入りました。まあ、いつも以上に気合が入ってましたし、その中で自分が、結果に、関わることができて嬉しいです。まあ、すごい感慨深い、試合になったかなというふうに思いますね。まあ、地元北九州でやるというのもそうですし、まあ、そのタイミングがこういったすごい、お客さんが入って、まあ、イベントある日で、プレーできたというのはすごい嬉しいことだなというふうに思います。まあ、特にホームでは負ける気がしないですし、北九州市民の皆さん全員で後押ししてくださればもっとチームは強くなると思いますし、皆さんで一丸となって J2 昇格に向けて頑張ってきたなというふうに思います。僕も頑張りますし、チームとしてももっと頑張ります。はい、応援よろしくお願いします。それではこの試合の先制点のシーンを情熱プレイバック。まあ、本当に素晴らしい、まあ、タイミングの取り方でしたね。最初はやはりこうね、サイドに行った段階でやっぱりこうゴール前にもっとこう行きたくなるんですけども、そこのスペースをやっぱり空けるというね、まあ、そういった感覚をやっぱりしっかり持ってますし、藤原選手にこう落とした後ですね、落とした瞬間に永井選手がディフェンスよりも早く動いてるんですよね。その一瞬の駆け引きでこれゴールがもう完全にね生まれるというタイミングでしたし、藤原選手のやっぱりこうボールがゴールキーパーとディフェンスの間に来るというのをね完全に予測しながら、まあ、そしてドンピシャのヘディング、まあ、ぜひですね永井選手本当にねこれからもどんどんゴールを取ってもらいたいと思います。この試合の情熱ポイント、ギラフェスに集まったサポーターたちです。今季最多1万2000人のサポーターを集めたギラフェス、600発に及ぶ勝利の花火に選手サポーターが酔いしれました。選手たちがやはりこうビラを配ったり、まあ、いろんな PR 活動をして、まあ、そしてですね、まあ、なんとかやっぱりサポーターもそれに応えようということで集まった人数が、ね、1万2000を超えました。こんだけやっぱり人が集まった中で2対0でやっぱり勝利するということは非常にやっぱりね、選手にとってもサポーターにとってもクラブにとっても全てこれ大きな、ね、意味があります。集まったサポーターがさらにまたね増えるように、もっともっと上に行けるようにぜひねみんなで頑張ってほしいと思います。前節勝利目前の土壇場で失点を許し2戦連続ドローのアビスパ、6試合ぶりの勝利へ上位に踏みとどまることができるのか。およそ1ヶ月ぶりのホーム開催、7位のアビスパは14位アルビレックス新潟と対戦。試合開始早々ピンチを迎えるアビスパ、ここは宮の体を張ったブロックで難を逃れます。序盤から押し込まれる展開の中、前半39分再びピンチが。これも守護神村上が間一髪でセーブ、前半をなんとか無失点で切り抜けます。しかし後半4分、相手の個人技に翻弄され先制を許します。なんとか追いつきたいアビスパは後半16分、今野がこの位置からシュート、強烈なミドルでしたが惜しくも枠の上。その後も攻め手をかき1点が遠かったアビスパ、6試合ぶりの勝利とはなりませんでした。 J1 27節を終えての順位表です。アビスパは順位を2つ落とし9位となっています。
障が続くアビスパの現状に城さんは、私がやっぱ分析した中ではやはりこう圧倒的に、まあ、セカンドボールがやはり拾えなくなってしまっているという、ね、現状がすごく多いです。せっかくこうボールで奪えるチャンスなんですけども、奪えずにやはりこう守備一辺倒になってしまう、まあ、そうなるとやっぱりどん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 ディフェンスラインもやはりこう下がってしまいますし、やはりこう相手に支配をされてしまう。なのでやはりゴールにつなげるためにもやっぱりセカンドボールをやっぱり意識して拾えると全くね、やっぱりゲームは変わりますから、変なところが崩れてるわけじゃないので、ぜひ、ね、そこがポイントになってくるんじゃないかなと思います。そんなジョーさんが今後のキーマンとして挙げたのが攻守の要、前選手。ゲームを、ね、彼はやっぱコントロールできますので、まあ、そういった部分ではやはりこう、ね、行くときと行かないとき、まあ、そしてボールを保持しているとき、ね、いろんなとこ部分を流れを、ね、やっぱりしっかりと見れる選手なので、リーダーシップを出してもらって、まあ、そしてアビスパを、ね、勝利に導いてくれるんじゃないかなと思います。来年30周年を迎えるアビスパは、街を紺色に染めようと題してクラウドファンディングを実施中。ベスト電機スタジアムや JR 博多駅周辺などの街灯にネイビーフラッグを掲げて、多くの皆さんにアビスパ福岡を知ってもらうための企画です。詳しくはアビスパ公式サイトをチェックしてみてください。ホームでの試合情報です。アビスパは9月1日に神戸戦、ギラバンツは9月7日に今治戦を迎えます。スタジアムで選手たちを応援しましょう。今週のプレゼントはヴィッセル神戸戦の観戦チケットをペア4組8名様に。次回はアビスパの選手たちがピッチを飛び出て福岡の人気店を巡ります。松岡選手の意外な素顔があらわに。さらに今野選手の才能が覚醒。